選挙区が大幅に変わって、有権者全体の3分の2が自分にとっては新しい有権者の方々でございました。本当に皆様のお一人お一人のご支援によって立つことができました。特に今回の選挙は相手方が新人だったんですけれども、業界がですね、丸ごと応援をするっていう状況でございましたので、なかなかやりにくいなと正直思ってました。でも必ず、一人一人の有権者の良識が勝つだろうというふうに確信をしてました。そういう意味で良識の勝利だというふうに思ってます。本当にお世話になりました。ありがとうございました。選挙の時に約束をした、政治を正す、あるいは分散型社会への本気の作り直し、しっかりとやっていきたいというふうに思いますし、嘘をつかない、ごまかさない、威張らないとこう言いました。これは旧3区の方々には、皆さんご存知なんですけれども、今度は新2区郡山市の方々ともこの姿勢を続けて、真の意味での信頼関係というものを築いていきたいなというふうに考えております。